ナンバーアイ、i ファストフード界に新風。元キンプリヒラノシウの異色の CM 内定。華やかな舞台に、元キング、プリンスのヒラノシウが、ファストフード会社の CM に登場することが確実視されています。これは、単なる商品のプロモーションに止まらず、コミュニティとイベントにおける社会的な影響をもたらす可能性があります。新 CM では、お笑いトリオ、東京03。 野津野田明宏さんとの軽快な掛け合いが展開され、平野さんが織りなす、意図生成し、な雰囲気が際立っています。旧ジャニーズ事務所を離れ、初の CM 出演ということもあり、ファンや業界関係者の期待は高まっています。これに先立ち、平野さんは、ナンバー、愛として、神宮寺勇太さん、岸優太さんとの3人組ユニットでデジタルシングル、GOAT をリリースし、 ミュージックビデオはわずか3日間で1000万回以上再生を達成しました。この活動が滝沢秀明率いる、戸辺の本格的な動きの予兆となっています。さらに、戸辺の全アーティストによる東京ドームでのコンサートが3月に予定されており、元キスマイの北山博光さんも4月にはテレビドラマで主演するという新たな動きが報じられています。エンターテインメントの舞台が広がりを見せています。一方で、 旧ジャニーズ所属者が CM に起用されることについては、過去のジャニー北川氏の聖加外報道が影響し、一時的に立ち消えとなった歴史があります。多くの企業が新たな契約を結ばない姿勢を見せましたが、近年では生田斗真さんや岡田純一さんらが事務所を退所しても、CM 出演が続いている例もあります。昨年末には、旧ジャニーズ所属タレントのマネジメントを行う、 RTO エンターテインメントが設立されましたが、復活する話は聞こえてきていません。旧ジャニーズタレントの一部にはスキャンダル報道もあり、企業側が慎重な姿勢を保っているようです。そんな中、ファストフード会社の CM には、驚くべきことに、ナンバー、愛が内定しているとの情報があります。これが非公開情報であることを広報が示唆していますが、その裏には何か興味深い事情が潜んでいるのでしょうか ファストフード会社の広報は具体的な情報を明かさない姿勢を崩しておらず、非公表情報との回答でした。これは、企業が新しいパートナーシップを築く過程で慎重な立場をとっている可能性を示唆しています。この内定により、ファストフード業界の広告戦略に新しい息吹が吹き込まれることは確実です。一方で、ナンバー、愛がどのような新たな価値観や魅力を提供してくれるのか、楽しみに期待したいところです。 ファンや視聴者は、これからの展開に大いに期待を寄せることでしょう。